元祖こと、パウロ・エンリケ・シャガス・ジリマは、ブラジルパラー州、アナ・ニンデウア出身のサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。カンピオナーとブラジレーロ・フルミネンセーシー所属。愛称の元祖とは、ガチョウのイ。1989年、パラー州のシュートベレンからほど近いアナ・ニンデウアで、生まれる。7歳の時に、地元のフットサルチームに入り、13歳からは、 サッカーチームでもプレーし、二つのチームを掛け持ちする。一時は、パイサンド SC に所属するが、同郷のジオバンニの口利きもあり、2005年に15歳で、サントス FC に入団。2007年には、右膝じ帯を断裂して半年ほどピッチから、遠ざかるが、リハビリを経て2008年にトップチームへ昇格した。2月17日、 カンピオナートパウリスタのリオプレット EC 戦でデビューを果たした元祖はこの年の州選手権で4試合全国選手権で3試合に出場した2009年には AD3 回ターノへの移籍が決まりかけるが当時の会長の判断で残留した州選手権序盤は出場機会が限られていたが中盤に入ると定位置を獲得し全国選手権では 背番号10番を与えられた。翌2010年は、ネイマールと共に、サントスの攻撃を牽引しブラジル代表にも選出されるが、8月末のグレミオ戦で、左膝人体断裂の大けがを負う。翌2011年3月に、ピッチに復帰するも、5月のコリンチャンス戦で肉離れを、起こし六週間の戦線離脱。コパリベルタドーレス決勝のセカンドレグで復帰すると、 サントスの48年ぶりの南米王者タイトルダッシュに貢献した。2012年9月、サンパウロ FC に5年契約で移籍。当初は背番号8番だったが、ジャジソンが移籍してからは念願とも言うべき背番号10をつけている。2016年7月16日、セビージャ FC に移籍。移籍金は推定950万ユーロ。十六歳にして、 初の欧州挑戦となったが、中盤の厳しいポジション争いに加え、守備意識と運動量の低さが問題となり、控えの扱いに止まった。2018年8月31日、リーグア,ンのアミアン SC に、レンタル移籍。契約期間は1年間で完全移籍オプション付き。アミアンでは14試合に出場したが、成績は3アシストに止まった。 2019年1月31日、母国ブラジルのフルミネン政府シーに移籍。契約期間は5年間。2009年には U-20 ブラジル代表の一員として 2009FIFAU-20 ワールドカップに出場し準優勝。2010FIFA ワールドカップへのメンバー入りも期待されたが、バックアップメンバーにとどまった。W 杯終了後、 マノ・メネーゼス監督の初采配となった2010年8月のアメリカ戦でブラジル A 代表デビューを果たし10番をつけて89分間プレーした。翌年のコパ・アメリカのメンバーにも選ばれ10番を与えられた元祖はパラグアイ戦でにアシストの活躍を見せた。守備意識や運動量は低いが優れた戦術眼を持つクラシカルな10番タイプ。 足裏でキープしたり、相手の上を超える、シャペウ、急所をつく正確なパスなどを得意とし、チャンスを演出する。そのスタイルから、フアンドマンリケルメと比較されるが、元祖自身は、自分のプレースタイルはリバウドに似ていると分析している。相性の元祖とは、テスト性をからかい半分で、下手な選手とくさす言葉である。サントス入団後、クラブのホペーロと親しくなった、彼は、 ゴールを決めるたびに、ホテイロが元祖が点を取ったぞと叫ぶことが嬉しくなり、そのまま自らの愛称として使うようになった。ありがとうございます。